番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6コース6番の末永は遅れました。他後手は差がなく一周一幕。ここはインから先手1番の田中は逃げる。鋭くまくり出しは3番の金子。さあちょっと1番の田中は流れてしまった。そして内から2番の堤、4番中山も指していますが、わずかに先頭は3番の金子。しかしここでへさきかかってきた。4番の中山並んだ。内から2番の堤、スタートは前提正常。さあ2幕ちょっと3番の金子は振り込んでしまいまして、2幕アクシデントが出ています。レースはこれから2周目です。なお3番の金子は転覆のため失格です。3番の金子転覆のため失格となりました。後半戦ではだいぶ逃げが決まりだしてきましたが、たびたび荒れ模様の展開になりました。初日、今日から4日間開催の第4回埼玉新聞社杯、競争水面最終レースもだいぶ雨足は強い状態、そしてこの時間帯もスタートライン上やや追い風傾向というコンディションで12レースを迎えます。戸田選抜戦です。なおこのレースは5番の永田圭一が病気のため欠場となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1番の井上ですが、スタートこれは踏み込みすぎました。お手持ちの投票券大切にお持ちください。その1番井上の陰線を3番中にまくっていくんですが、ここでお知らせです。お知らせいたします。1号艇井上翔吾フライング返還欠場です。1番の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権大切にお持ちください。123-456スタートしました。1号艇2号艇好スタート。2号艇のいくらが覗いていく感じがあります。それでも1号艇が先制、2号艇は差し的を絞って、あとは握った3号艇の中里となっています。中里と少し前が壁になりました。スタートは前提正常。1号艇の片端の内から2号艇いくらですが、へさき入るかどうか微妙、入りきれば外に開いて、この後ろは3号艇、5号艇、内から4号艇、最後方6号艇です。2マークは1号艇の片端から潜り込む4号艇に対して、2号艇引いて差しハンドルはいくら、いくら単独2番手、3番手のところ4号艇の内を捉えてきた5号艇宮村が浮上となっています。現在上位は1番、2番、3番手のところ5号艇、4号艇がサイドバイサイド、一度3号艇、6号艇です。2周の1マーク、1号艇の片端から2号艇のいくら、3番手のところ3号艇の外へ5号艇、内へ4号艇となっていますが、握っていた5号艇宮村の方が3番手争い少しリードしています。2周バック側上位は1番、2番、5番、5号艇のインサイドから4号艇橋本、後方は3号艇中里、6号艇坂本です。2周2マーク、1号艇、2号艇、そして3番手、4号艇が食い込んでいきます。5号艇は内を狙って差しを狙ったんですが、とっとアクシデントがありました。5号艇にアクシデント、そこに6号艇が接触してしまいましたが、放送再開できるかといった体勢です。なお5号艇の宮村優也2周2マーク転覆のため失格となっています。123-4564号艇からコースタート、4号艇渡辺浩二覗いています。スリットがその1つ、3号艇池田も仕掛けていく体勢で、池田がまずまくっていきまして3コースからのまくりを決めました。そしてアクシデントが発生しています。1号艇の深みにアクシデントが発生しました。1号艇は転覆失格となっております。123-456スタートしました。3号艇佐々木
には4スタートを決めていきました。半分ぐらい覗いています。そこから仕掛けて出るでしょうか。1号艇先制、3号艇は中をシャープに捉えていく佐々木康幸です。スタートは前提正常でした。1号艇3号艇トップ争い、アウトコース1号艇山国、内から追いついていく3号艇佐々木、この両者が並走。3番手は6号艇茂木、それを追って4号艇5号艇2号艇です。2マークは3号艇の佐々木から1号艇の山久ですが追走まで。3番手くるっと運ぶ4号艇の小森です。さあ小森がうまく小回り上がってきました。今度は2番手争いになるか。1号艇山久が現在2番手のところ一定しているんですが、4号艇小森がどこまで詰め寄れるか。現在上位3番1番4番です。2周の1マーク、3号艇の佐々木から2番手が1号艇山久、3番手4号艇の小森、ここは追走まで。上位は3番1番4番、4号艇のうちから2号艇片橋上がってきまして、さあ片橋がだいぶ差を詰めました。この辺りバック中間足が良さそうです。2号艇目先がチクですが、4号艇打ち絞り込んでいきました。2号艇立て直せるか。2周2マーク、3号艇の後ろ、さあ1号艇1橋が4号艇流れていて、2号艇そのうちを6号艇の刺激も上がってまいりました。さあ3番手のところ3点広がりまして、現在センター2号艇片橋が若干リード、内から船を合わせる6号艇の刺激、外には4号艇小森といいます。3号艇6号艇激しくやり合って3周1マークへ。3号艇1号艇の後ろ、3番手切り返していたのは4号艇の小森、それに対して6号艇ですが、うまくは回っていきまして刺激刺激、そしてその後方で4号艇と2号艇にアクシデント。うーん、4号艇がアクシデントで2号艇は構想再開しています。現在上位は3番1番6番です。なお4号艇は3周1マーク転覆失格です。ボートレース玉川第33回日本モーターボート選手会会長賞6日間開催の初日、ラストの12レースはドリームファーストが行われます。このレース2号艇で出走予定でした山谷慎選手は過失号のため欠場、したがって5名によるレースとなっていきます。1番3番3番4番5番6番です。1秒スタートしました。インセンター4艇揃った2号艇、若干のぞいた1号艇、ブロックしながら1号艇の関口がコーナー先艇、3号艇外真ん中まくり出していって高線から放ったか。柳橋くるっと回した2号艇吉永、スローのメンバーが前を固めていきますが、3号艇の柳橋弘樹まくり出し高線から放って1号艇踏ん張ら関口、立て直しながら2号艇の吉永前を追っていく。スタートは前艇正常でした。3号艇の柳橋がトップターン、2号艇を回して1号艇、さしてくる1号艇の関口智久前をまた追っていくのか。しかし3号艇の柳橋が先頭であります。目下のところ上位体系は柳橋、関口、吉永で3番1番2番4号艇の方を固め寄ってくる。しかし外から外へと2号艇の吉永康弘をかわしながら、おっと後方6番5番これは絡んだ、ヒヤッとアクシデントがありました。3番手争いは片岡と吉永激戦状態となっています。なお残念ながら6号艇の藤本元気選手はどうやら5号艇に少し接触ついたような形となったのが、6号艇の藤本選手妨害、6号艇が妨害です。5号艇の笠木選手、こちらは落水の模様でしょうか、アクシデントがありまして、こちらも失格に敗れております。前列負傷欠場変換によっての五層立ての戦い。
近地第4日目の攻防ラスト2で一般独占競争の11レース、3号艇上艇予定でした渡辺雄一郎選手が全レース負傷のため欠場、3号艇は欠場変換ですのでご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2号艇の黒田好スタートを切っています。3号艇大久保もいいスタートです。まずは1から先制、1号艇の杉山、まくる3号艇の大久保、内からは2号艇黒田、間をついたのは5号艇長岡、左内は4号艇の東本です。先頭1号艇の杉山に外から接近、3号艇の大久保、その後ろ2号艇の黒田、5号艇長岡、内からは4号艇東本、6号艇縦臭い後方でスタートは正常です。先頭1号艇の杉山に2号艇の黒田、4号艇東本内、左内から5号艇長岡、外握っていったのは3号艇の大久保です。外3号艇の大久保優香が2番手優勢か、しかし内からは5号艇長岡、間に2号艇の黒田、その後ろ4号艇東本が5番手で21マークに向かいます。1号艇杉山先頭です。2番手は3号艇の大久保、ちょっとバランスを崩している2号艇の黒田、握っていった5号艇の長岡です。2番手は3号艇大久保優香が2停止のリード、5号艇の長岡3番手の現在の上位体系は1番3番5番です。なお2号艇の黒田にどうやらアクシデントがあります。お知らせいたします。2号艇黒田誠二転覆のため失格です。2号艇黒田誠二は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の体系スタートしました。スロー3艇コースタートは1号艇2号艇3号艇の高塚の9号艇の上の石の一幕、逃げる1号艇の池田、2号艇の村岡、そして攻めていったおっと危ない6号艇にアクシデント発生となりました。ここは押し切った先頭1号艇池田、2番手2号寿司から2号艇村岡、3番手は2番寿司から4号艇の勝利です。そしてその後方3号艇の木山、5番手は5号艇の松下、一緒にコーナーの旋回です。スタートは正常でした。トップ世界1号艇の池田、2番手は2号艇村岡、3番手4号艇の外を回って3号艇の木山選手ホームに帰ってきておりまして、先頭は1号艇池田、2番手が2号艇の村岡、3番手は4号艇3号艇並走でありますが、ここは内有利に4号艇の庄司が3番手、上田系は1フタ4、レースは2周目の1コーナーです。ここでお知らせいたします。6号艇上野俊樹、一周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄り両者1、おーっと2人とも出てしまったか、早いぞ。一周1マーク痛恨のコールがここは待っています。なおファンの皆様にお知らせいたします。第2レース、1番浜崎、2番峰重、両選手フライング変換欠場、1番浜崎、2番峰重、両選手フライング変換欠場、1番と2番に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権は着順確定まで大切にお持ちください。なんとなんと内枠2人が戦線離脱、4艇の競争2周目に入っています。先頭3番の森本、そして2番手4番の羽野、3番手インコース5番の川野、合わせに行きますが6番3番バタバタしながらも振り切って3番手は守っています。上位の顔ぶれ、3番4番6番の順、4番手5番の川野、第4艇の競争は2周2マークの旋回、3番森本先頭で4番羽野が2番手、さあ、まあ、おーっと2マークでは6番の3番にアクシデントが起きてしまいました。3番4番5番の体勢、最終周回に入っています。なおこのカードは5番の川野大妨害のため失格、そして6番の三馬高文は転覆のため失格、5番川野妨害のため失格、6番三馬転覆のため失格、また1番浜崎、2番峰重、両選手はフライング変換欠場です。このカードは不成立となる駆け引きがございます。このカード不成立となる駆け引きございます。お手持ちの投票権よーくご確認いただきまして、確定までは大切にお持ちになっていてください。不成立となる駆け引きございます。ご注意ください。タイキック、1
1番5番6番2番3番4番です。スタートしました。バラついたスリット体型ですが、外2人が今度は速いぞ。1マークの旋回、5、6コース両者速いスタート、痛恨のホールがまたしてもあります。なおファンの皆様にお知らせいたします。第8レース3番森照夫、4番の宗幸春也、両選手フライング変換欠場。3番4番両選手フライング変換欠場です。3番4番の組に関する投票権すべて変換となります。お手持ちの投票権は着順確定まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました第8レース。2号艇3号艇がただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。このレース2番小林元希はフライングのため返還欠場。2番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました予選特勝第9レース。インクラ1号艇落合、そして3号艇の服部が出ていく。1周の1マーク、1号艇の落合が逃げていく。2号艇の滝沢さす、そして続いて3号艇の服部幸男です。先頭は1号艇落合圭一。スタートは前提正常でした。1号艇落合が先頭、2番手は接戦です。4号艇2号艇3号艇5号艇4艇が接戦。1周2マーク、先頭1号艇落合、2番手は4号艇藤本が先行してくる。そして2号艇の滝沢逃げた3号艇、その後ろでは一定アクシデント発生です。先頭は1号艇落合圭一です。2番手は4号艇藤本雄星も追いかける。2号艇3号艇、その後ろに6号艇。レースは2周目、1マークの旋回、先頭は1号艇落合圭一が向こう正面と入りました。なおこのレースでは2マークでアクシデント発生となっています。5号艇森口和樹は転覆のため失格、5番は転覆のため失格となっています。